真冬に集中するロシア軍によるウクライナ本土への長射程ミサイル攻撃が続いている巡航ミサイル、弾道ミサイル、空対地ミサイルであるそれらのロシア長射程ミサイルについては1、枯渇してきている2、ミサイルに使用される半導体が第三国を通じてロシアに輸出されているので継続的に製造できている3、 国幹の冬に攻撃するために温存しているといった情報が流れているロシア軍各種ミサイル発射装置と各種ミサイルの攻撃イメージこれらについてロシアのミサイル攻撃状況の推移を見ればどれが最も的確な答えなのかが判明すると考える1ミサイル枯渇か製造十分かロシアが保有するミサイルは枯渇してきているという情報があるウクライナ大統領や軍総司令部の情報によれば ロシアは巡航ミサイルなどを2022年7月までに3000発以上、2023年2月までに約5000発を撃ち込んだという、ウクライナ国防省情報総局は2023年2月27日、次のように指摘した。ロシア軍が保有する高精度の巡航ミサイルは現在、100発以下にまで減少している。ロシア軍はすべてのミサイルを合わせると数千発を保有していると見られるが。 古いミサイルが多く、実戦で使用可能な巡航ミサイルは一部だ、ロシアのミサイル製造能力は月30から40発以下で、製造量以上にミサイルを使い果たしている。この情報の趣旨は、毎月30から40発を製造している量と、保管している量を合わせても、30から40発を超えて発射すれば、保管の量は次第に枯渇し、毎月30から40発しか発射できなくなるだろうということである。したがって 米欧が制裁を厳しくしていけば製造量も減少し発射数を減らせる可能性があるロシアのミサイル攻撃状況を確認するとグラフ1ウクライナの情報総局の見方よりも多くのミサイルが発射されているそのため枯渇しているのか製造できているのかを分析する必要がある2半導体は十分でミサイルを継続製造ミサイルの保有量が枯渇するという情報の一方で 2023年6月22日の日経電子版出所、出どころはインドエクスポートジーニアス2023年1月27日によると、米国メーカーの半導体が香港49%、中国26%、トルコとモルディブそれぞれ6%、アラブ首長国連邦 UA、e、UAE4%、およびその他経由でロシアに輸入されているという、米国半導体の輸入額は、 進行前の2.8倍であったという、この情報が示すところは、ロシアは侵攻以前よりも多くのミサイルを製造できる可能性が高く、これにより継続して、これまで以上に多くのミサイルをウクライナに打ち込むことができるということである。3、ロシアが打ち込んだミサイル数、ロシアがウクライナに長射程ミサイルを撃ち込んでいる現状と推移はどうなのだろうか、ミサイル攻撃の総量を見ると。 ウクライナ軍参謀部の情報では、2023年2月までに約5000発を撃ち込んでいる。その後の発射数量を見ると、約2200発である。ということは、ロシアはウクライナに、これまで約7200発のミサイルを撃ち込んだ感情になる。ミサイル撃ち込みの月ごとの数量は、データが公表されている2022年9月から12月まで、つまり冬季に向かう4ヶ月間は、220発から400発に上昇している。その後 今年2023年になって一時的に下降し、ウクライナ軍が反転攻勢する時期には300発を超える数量を打ち込んでいる。さらに7月以降には徐々に減少し、11月には月間150発までに減少し、12月は11月と同じ数量になりそうだ。グラフ1、ロシアによるミサイル発射数の推移、月ごと、極寒の冬に近づく4か月を。 昨年と今年の数量で比較すると、昨年9から12月までの数量は1212発、今年同時期の数量は701発であり、今年は昨年の約58%である42、42%の減少である、つまり輸入量が不足していること、製造能力が低下していることが重なって、大幅な減少傾向にあるといえる。4、当機直前のミサイル発射数比較。 ロシアはウクライナの都市をどのように集中的に攻撃し、国民を殺傷し、インフラを破壊しようとしているのか、また、そのためのミサイルが十分にあるのか、それを判断するために、2022年11月11日から12月20日までの40日間と、2023年の同時期の期間におけるミサイル攻撃回数を比較してみた、2022年の40日間に60回以上の攻撃発射が5回あった。 寒くなりつつある時期、また骨幹の直前に多数のミサイル攻撃があった。ウクライナのエネルギーインフラ施設を攻撃して、破壊した。ウクライナの国民に寒さで打撃を与えるためだ。グラフに。中国経済の失敗は、習近平の赤い進歩主義が招いた必然の結果だった。コロナ後の中国経済が悪化したのは、 習近平ののの強権統治の必然の結果だった中国の失敗から学ぶべき教訓とは本2024特集より中国の習近平国家主席は2017年中国共産党第19回答大会でこう宣言した中国の特色ある社会主義は他の途上国の現代化への道を切り開いている当時は新興国や途上国の多くが中国の成功の方程式を学びたがっているように見え アメリカはそれを欧米の民主的ソフトパワーに対する脅威と見なした。それから6年、地政学的パワーの東方シフトは反転したようだ。中国は23年初め、3年間にわたるゼロコロナ政策を解除し、再び世界に門戸を開いた。中国が帰ってきたとの声が多く上がったが、第2四半期に入ると中国経済の見通しは週を追うごとに悪化していった。欧米の指揮者は当然のように手のひらを返した。 中国が欧米を追い越すと警告した人々が、中国経済はピークに達し、その後の衰退は世界の安定を脅かすと論じた。中国の指導者は国内の消化活動に膨殺され、中国から学ぼうとする者は誰もいなくなった。州の17年の演説が中国の超大国宣言だったとすれば、現代史上最も短命な地政学的勝利だったかもしれない。たただしし勝利が幻になったとしても 中国の最近の経験を無意味と切り捨てるのは短絡的すぎる。アメリカ史では公共に沸いた19世紀後半の一時期を金ピカ時代と呼ぶが、この用語は中国の成果とつまずきを評価するのにも役立つ。中国は自国版の金ピカ時代を通じて経済成長を成し遂げたが、同時に多くの新たな問題も生み出した。州が権力の座についた12年、中国は多くの成果を誇れる立場にあり、 8億人を絶対的貧困から脱出させるのに必要な成長を維持していただが汚職が蔓延し所得格差はアメリカを上回り地方政府は借金漬けで不動産バブルが迫っていたつまり州が引き継いだのは繁栄を謳歌する一方で金ピカ時代の行き過ぎに飲み込まれつつある中国だった毛沢東の死後最高権力者となった小平は画期的な改革開放政策を打ち出し 経済成長最優先の政治経済体制を確立した現実主義者の党は民間部門の力を解き放ち対米関係を改善して貿易を行い官僚機構に競争と説明責任を課したさらに言えばこれらの経済改革は静かな政治革命の上に成り立っていたもうのワンマン支配から人気付きの集団指導体制への移行である党は決して汚職を肯定しなかったが先に豊かになれるものを富ませるという先祖論を唱えた 経済成長に貢献した党幹部は個人的利益を得られると示唆したようなものだ。当初、中国の市場改革は農村重視の姿勢を打ち出し、貧しい農民に多大な恩恵をもたらしたが、その後の江沢民と胡錦東の時代になると、都市重視に舵を切った。外国からの投資の急増に伴い、輸出主導の製造業はかつてない利益を享受した。一方、農村は膨大な余剰労働力を都市に供給し、 人件費をを低く抑える役割を担った2000年代には土地と不動産が成長のエンジンとして浮上したがその結果として富の極端な偏在が進み中国版の悪徳資本化を生み出す一方大多数の国民は家を買うのも困難になった南部でロシア軍の空爆減少か爆撃機撃墜でとウクライナウクライナ空軍のイグナット報道官は24日 ウクライナ南部ヘルソン州でロシア軍による空爆の回数が減少したと主張した。ウクライナ軍が22日にロシアのスホイ34戦闘爆撃機を3機撃墜した結果、さらなる被害を警戒するロシア側が攻撃を控えているとの見方を示した。ウクライナのゼレンスキー大統領も22日のビデオ声明で、ロシア軍のパイロットはすべての殺人者に対する我々の報復をよく認識するだろうと戦果を強調していた。一方 ヘルソン州のプロクジン知事は24日、ロシア軍が過去1日で砲弾やミサイルなど計425発を発射し、州内で4人が死亡したと通信アプリで明らかにした。